まあ特にないかな。なんかたこ焼き屋の様子でも見ていくかい。ゴージャス、ん、こんなんあったっけ。ゴージャスカフェ評定か。通りで趣味が悪いと思った。ゴージャスカフェ、あ、骨組み確かにある。ここは評定の喫茶店ね。ここに建物建てるって聞いたけど本当かな。さて、で俺そうたこ焼きの様子見たかったんだ。変わんねえな別に。別に変わらん。趣味悪くないよ、理解できないで。私は最初さほど興味ないキャラたちを終わらせお楽しみを取っておきます。あー、ミナノ州確かに気になるな。その辺がまず最初に一番好きなキャラ行くのか、まずは試しになんかこうなんかどうでもいいキャラに行くのかみたいな。手塚先輩、お前か。お、好きなキャラからかですか。じゃあみんなタカさんとかから行くんですか。やっぱみんなタカさんが多分一番好きだと思うんで、うちのコミュニティは多分ねタカさんのことが一番好きな人がたくさん集まってると思うんで。何かお手伝いすることでもあればと思ったんですか。お邪魔でしたか。いや、ちょうど一息つこうと思っていたところだ。お、そうでしたか。じゃあ少しだけお話してもいいですか。あ、初見龍馬ってのはなんかわかるような気がする。タカさんもちゃんと行くよ。どうせ手塚部長の次なんでしょ。プスン、うん、上の方行ってもいいんだよな。そう、恋の話題を進展させるってもありかもしんないけど、学園祭の話題とか地味にしてみるか。もうすぐ準備終わりますね。学園祭まであとわずかだな。はい、学園祭が終われば今まで通りの生活が始まるんですね。そしたら先輩と私はてんてんてん。そうだな、何もなかったかのように。何もなかった、始まるだろう。何もなかったら寂しいけど、何もなかったか。どうした。いえ、それじゃあ準備の続きに戻ります。あ、頼む。これは何かあったんじゃないですかね。あ、まあ取っとくっていうな。これはもうショートケーキのイチゴの理屈にやっぱ値するな。最初に食うか最後に食うか、そんな映画撮ろうかな。ショートケーキのイチゴ、最初に食うか最後に食うか。にゃしー。こんなところで何をしているんだ。どこ行ってもついてくるんだけど、どこまで行ってもついてくる。でこのな、場所が変わる時のなんか一瞬の無音が微妙に怖いんだよな。大井先輩、いえ別に今日はお天気がいいですって。そうだな、こんないい天気なら遠出をして遊びたくなるよ。大石だけど。そうですね。あ、好きな食べ物最後食べます。でもなんだろうね、お腹空いてる時のがさ、こう美味しく感じられるじゃん。だからこう最初に食べるっていう理屈も、俺も昔は最初に食べる派を否定してたんだけど、最近はありかなって思うようになってきた。俺も昔はね、こうお弁当とかでも好きなおかずは最後に取っとく派だったんだけど、最初に食べるっていうのが一番美味しく感じられるんじゃないかなっていう、まあ、そのお弁当の中で揚げ物とかが一番美味しそうだなって思ったら、いきなりね胃が動いてない状態で揚げ物食べるのはあれなんで、ちょっとはまあ一番最初とかはないなと思うけど、最初に半分食べて最後に半分食べるという第三の道がある。いちごとかだったらそれはないんじゃないか。いちご半分にする、あんまりなんか新キャラとかいなそうだし、普通に手塚に話しかけてトゥデイは終わるかね。一応まあクリクリ見て、私は野菜から食べる。それ野菜が好きなのか嫌いなのかどうなんですかね。そうなんか胃を動かすためかしら。冷めたらまずくなっちゃうやつとかね、うん、単純にさ、うどんとかラーメンとかだったら麺は割合最初の方に食べないと伸びちゃったりするし、そういうそれぞれの事情もあるよな。最近はよくお前の顔を見るな。ひ
評価にいいんだ、野菜から。そう、最近はストーカーしてますんで。大石先輩が私をストーカーして、私は手塚部長をストーカーしております。そんなことはないな。ストーカー術連何か用か。なんか絶望先生かなんかでそんな話ありました。さて、ここはちょっと色っぽい話題をしたい感もあるけど、恋の話題いくか。先輩はそのどういう女の子に魅力を感じますか。唐突に何だ。唐突に何だ。その好奇心で何事にも努力しようとする姿勢を持っている。はあ、つまり私ですね。真面目な頑張り屋さんの好みということですか。ああ。でもそういう子って多いと思いますよ。それ以外の要素もあるからな。お、なんだい。好きになったらってことなんですね。そうだな。真面目で頑張ってるか、単純なので難しいね。よし、頑張ろう。お前はよく頑張っているな。そんなことないですよ。まだまだ至らない点ばかりで努力不足です。そんなことはないと思うな。手塚部長も誰かをストーカーしてんのか。いいえ、まだまだです。もうおだてちゃダメですよ。そうだな。手塚部長はあの九州の色黒の女の子をストーカーしている。あ、それじゃ失礼しますね。ああ。難しいものだな。あの九州の幼女、多分大人になったら結構可愛くなるよね。ここだよ。お、来た来た。まだ帰っていなかったの。私はあの子好きじゃない。なんでやねん。いい子だったでしょ。ボーイッシュで可愛かったでしょ。結構泥棒のあんちゃんみたいなこと言ってたじゃん。だからあの手塚部長、あの子の中で泥棒ですか。そうか。あ、なんか変なこと落ちた。あぶね。それが好きじゃない。ええやんけ。泥棒の誤解も多分解けたし。では帰ろう。多分じゃないか。解けたよ。あの子のおかげでこうイップスが治ったみたいなとこあるし。あ、もう駅。意外と早いものだな。何の話してたんだろうね、ここまで。そうですね、それじゃあここで。あ、またな。気をつけて帰るように。NG コメントです。千歳と手塚ファンからするとですね。ひらがな多いな。喫茶店なんとかなりそう。よかった。さてさて、まあ、一応親愛度チェックしたり。たっか、もう手塚部長に話しかけなくてももういいんじゃないか。もうこれ落ちたでしょ。もう手塚部長も俺のことしか考えてないでしょ。多分夜な夜な俺のこと思い出してるでしょ。寝る前にちょっとだけ電話しようかな、やめとこうかなみたいな問答を繰り返してから寝てるでしょ。もう寝る。8月30日火曜日。オーバーキルが基本。最近のポケモンみたいだな。今日は昼から金魚すくい屋台の組み立てから体力使いそう。それもやんなきゃいけないのかい。おなごにそんなことまでやらせるのかい。カオル結構合うね。どっちだったっけな。カイドウくんおはようの方が良かったんだっけな。カイドウくんおはよう。ん？ああ、どうだ。おはようの方が良かったな。あ、こっちじゃないの。てか、なんか最近話しかける回数が1回ですね。どうあがいても1回だと手塚部長にしか話しかけないから手塚部長一強になるんだよね。一応なんか、おお、ほらほらね、本館はね結構このハテナが多いんですよ。あ、これは、おお、カバジ人形出た。となんかこの辺でハテナが、ん、なんか龍馬くんがなんか怪しげなことをこそこそやってますよ。
あれ、カバジ君、カバジ君じゃない、カバジ君に引っ張られた。越前君何してるのかな。あ、先輩。どうもどうも。あれ、どこ行くの。テニスコート。ああ、壁打ちの練習に。壁打ちね。久々に。やってみる。やりましょうか。笑いましたね、急に龍馬が。うん、やらせて。カバジマンに謝れ。なんでやねん。多分この中で一番カバジのこと好きなの俺でしょ。これはね、確か掴んでたはずだから俺。行くよ。お、かわいい。パラダイスもかわいいじゃないか。オーケーオーケー。パラダイス、この後ろ姿から想像するとかなりかわいいんじゃないか。後ろ姿だけかわいくて、あのね、前見たらブスみたいなパターンもあるから。あよかった。結構やるじゃん。カバジね、いい声好きなんだけど喋りが遅いから攻略してると思う。攻略まあおむかひ。あんまり声楽キャラの人形もらえてないよな。じゃあ今日はここまで。うん、見てくれてありがとう。それじゃ。喋りは遅いけど、でもあれだよね、ウスしか喋んないから。特にまあこの辺はよく見てるか。さてじゃあ国道に話しかけて。お、でもこれまあミニゲームでしょ。どうせミニゲームはもう消化しちゃったから。ミニゲームじゃなかった。手塚先輩に、藤先輩何話してんのかな。手塚、最近楽しそうだね。こう好きな女がいるからね。勝つのは評定ですと。もう打てませんも喋って。確かに確かに喋ってた。うん、そうだ、カバジってほら手塚に化ける能力持ってるからね。だそれでなんかこうカバジと付き合ったら手塚とも付き合えるみたいな、そういう楽しみ方もできるな。あいつメタモン的な部分あるから。そうか、わかるよ、よく笑ってるし。そうか、そうか、けど時々厳しい顔してることもあるよね。それはない。そうか、そうか、いろんなそうかを取ったな。あの子だね。昨日寝落ちしたやつがまた来てしまいました。あ、どうもどうも。匂うわね。あれはあの子って誰？何のことだ。とぼけないでいいよ、分かってるから。余計なおせっかいかもしれないけど、もう少し優しくしてあげたら。優しくしてほしいの、初めてだから。確かに余計なおせっかいだな。手塚らしいけど。少しは素直になった方がいいよ。手塚先輩、誰か好きな人がいるのかな。でも私は鈍いな。パラダイスは手塚を優しくしてくれ。いや手塚は結構ね、まあ、いややめとこ。嫉妬はしないか。誰も嫉妬するようなメンツじゃないもんな。手塚先輩、お前か。もう監視とするよ、好感度。何かお手伝いすることでもあればと思ったんですか。お邪魔でしたか。いや、ちょうど一息つこうと思っていたところだ。てか学園祭の準備ってこんなに一日中、しかも夏休みをガリガリ削ってやってると大変だよね。そうでしたか。じゃあ少しだけお話してもいいですか。あ、宿題とかやってる。テニス部の人たちは休み中も練習続きでしたけど、皆さん宿題終わってるんですか。富士や大石は終わっていると聞いている。はい。川村や乾も当然終わっているだろう。ほう。あとは？問題は残りだって顔してますね。その通りだ。練習熱心なのはいいがな。手塚先輩下の勉強会でも開いたら絶対あっという間に終わりそうです。手塚部長ってやっぱ成績優秀なのかしら。俺その辺あんま詳しくないんだけど。まあ優秀だろうな。それはいいかもしれんな。検討してみよう。検討してみよう。
冗談だったんですけど、ごめんね桃城くんたち。じゃあ失礼します。手塚手塚、なんだなんだこの手塚レントは。どうした、急に手塚派になった？赤沢派やめて手塚派になった？この放送を通じて。だとしたら僕もこの放送やってよかったなと思う思いがあります。うん、手塚派をね一人でも増やすことができて、まあ、僕も別にガチガチの手塚派というわけでもないですけど。手塚バカ説とかあったなと思った。打とうとしたらなんか僕ラーメン食べてきました。わーずるい、わーずるい。ちょっと寒くなってきた。私もね今日のお昼はチキンラーメン食べましたけど。次は金魚すくい屋台の組み立てね、頑張らないと。借りてきたテントはここに置いとくぜ。桃城なんか久々見たな。タカさん、ご苦労さん、はかどってますか？ああ、順調だよ。あのアイプロン着ながら放送してくださいあのチキンラーメンのな、なんかチキンラーメンのくじというものがあったらしくて、まあ、詳しくはちょっとツイッターの方見てください。ツイッター見てない人からすると何のことか分かんないと思う。おお、ちょうどいいところに来てくれたぜ。ちょっと頼みがあるんだけどよ。力仕事むずいぜ。この二人より力あるやつって多分この学校にいないと思うから。何？これから委員会にブルーシート借りに行くんだけど、一緒に来てもらえねえかな。ブルーシート、まあいいよ。いいけどどうして？いやー、どうもあの委員会の重苦しい雰囲気が苦手でよ。うんうん、あ、わかるわかる。だから借りるって報告だけでいいからやってもらえねえか。うんうん、わかった、任せて。カイドウ、それじゃあ俺たちはテントを張っておくから行っておいでよ。はい。これなんか妙なことがあるのかな。なんか借りてきたっすよ。借りてきたっすよ。ご苦労さん、こっちは終わったよ。もう少しで完成ですね。あとは飾り付けだな。ここはなんか特に問題なく行くのか。目立たせるために上りとか用意した方がいいかな。金魚すくいってどうなんだろうな。そうですね、委員会の方に頼んでみます。お、頼りにしてるぜ。水槽のブルーシートも張り終わった。手際がいいな。よし、これであとは前日の仕上げを残すだけだね。みんなご苦労さん。なんかここは滞りなく終わってる感があるね。他校の人間もいないし、話しかける回数もあんまないし、なんか特にいる、あるある。あ、ここは不動明の模擬店だっけ。お化け屋敷。どうした？出た。誰かを探してるのか。立花兄。あ、家見てただけですから。なんならうちのお化け屋敷を体験してみるか。ついにホラーゲーム来たか。ちなみにこのゲーム立花妹は出ないのかしら。お化け屋敷後ろにルド、確かにルドルフいるな。制服がルドルフだな。結構です。そうか、それは残念。あんちゃん可愛いんだよな。失礼します。だってあのベ様がナンパしてたぐらいだからね。あんちゃんはあのベ様がだよ。あんな女などすっかり足りてるであろうベ様がナンパするって相当可愛いよな。あれ今確かに人の気配が。うお、出た。殺される。俺はここで死ぬんだ。多分これボコられてしまいだ。キャ、あの一体ここで何を。てめえ、殺される。てんのか。タバコだけは顔に押し付けないでください。嫁入り前なんです。いえ、そのおたま勝ちあるぞてめえ。怖い怖い。これ本当に攻略対象か。な、攻略対象にドタマ勝ち割るぞって言われるゲームあるか。かつてないです。こんなゲームないです。
攻略対象の一角にドタマ勝ちあるぞてめえって言われるゲームないです。失礼しました。こわマジのヤンキーやんけ。ただのあれあれと本当に年頃になる展開あるんですか。ちょっと厳しいような気がするんですけどね。お、なんかやってるね。次阿久津ルートありかもしんないな。そう考えるとダン君ルートが個人的にはいいんだけどな。あれ桃代君何してんのかな。なあ、ああお前か。あれどこ行くの。テニスコートでスマッシュ。スマッシュ、お前も多分これ新しいゲームじゃない。そう阿久津初見があれだったらね、近寄んないの。え、でも大丈夫、俺がトスを上げてやっからよ。どうだ。まあ、やるけど。また新しいゲーム来たか。おじゃあやるか。初見殺しとかじゃないといいんだけどね。落ちてきたボール打ちましょう。恋のスマッシュ。なんで恋のスマッシュってタイトルなのこれ。なんでも恋をつければいいってもんじゃないと思うんですけどね。ゲームを始めると画面の外からボールがいくつか落ちてきます。方向キーでプレイヤーキャラクターを左右に動かして丸ボタンでボールを。今日丸しか使わないんだな、このゲーム。ボールターゲットマークが重なった時に丸ボタン押すと一つでも打つことができればこれ、うん、ちょっとむずいな。どういうことなんだ。やってみないとわかんないか。気持ち楽にしてやれよ。え、ちょっと、うまいじゃねえか。うまいじゃねえか。これだけか。あれ柳ってこんな髪型してたっけ。あれなんかおかっぱになってない。こんなブチャラティみたいな髪型してたっけ。今日はここまでにするか。うん、ありがとう。ああ、またな。あんなんだったっけ。デフォルトにするとあんな感じになるのかな。うん、すげえ投げられたから。てか、すげえ完成してない。なんかこの辺なんかファーが出たし、なんかすげえ家ができてきてる。なんかシムシティやってみたいで楽しい。なんか街ができてきて、あれなんかいい匂い。これ海の家で焼いてる。や、あ、焼きトウモロコシとか良いですね。だトウモロコシってめっちゃ太るんだよ。こんがり焼く。ほうダビデ怒ってる。ぐわぐわ。今のは一体なんか始末されたけど人が一人なんかあったな。んどこだ。ここか。夏のバレンタインで1位になったダビデ。マジでなんかいたずらとかじゃないの。なんかこう、おお、ダンキュン。え、持って帰ろう。これ持って帰ろう、持って帰ろう、持って帰って、うちの金魚すくい屋で金魚と一緒に泳がしとくべ。君誰。ごめんなさいです。何だったのかな今の子。ダン君とあんま絡みがないんだよな。だいたいいつも出てきてごめんなさいですと。なんかすげえのできてる。ちょっと、ね、ゴージャスカフェがちょっと思ったよりゴージャスすぎるんだが、何これ。ちょっと おかしなこと起きてる。なんだよこれ。ちょっと待って、建築してんだけど。屋台じゃねえじゃねえか。店舗建ててんだけどこいつら頭おかしい。これ絶対個人でやってないだろ。ハセコーとか使ったべ、こんなもん。個人じゃねえだろ。遅れる数に制限ないから金さえ積めば好きなキャラ1位できる。 AKB みたいな。阿久津はサボってるし戦後ナンパしてるし山吹心配。うん、山吹はねモブが頑張ってる。でこのゴージャスカフェがちょっとおかしいんだけど、なんかいきなりできたみたいな。一夜城ができてら。おい、ちょっとたこ焼き屋は普通なのか。たこ焼き屋はまあ屋台か。ちょっと他のとことの落差考えてくれよな。もんじゃ焼き屋とかさ、普通の、ほらもう普通じゃんこれとか。
阿久津も一応いるしな。ゴージャスカフェ、綿菓子屋もできてんのかな。ゴージャスカフェ見た後だとなんかね、ガラクタに見えるよねこれ。ゴージャスカフェ絶対人気だろうな、なんやかんやで批判食らうだろうけどね。こんなもん立ておってって。ゴージャスカフェの前ではあんなもんガラクタ同然よ。手塚どこ行ったっけ。おこれは乾を見とかないといけないのか。でも乾もどうせミニゲームか。うんだよねー。で手塚もどうせ元々はミニゲームだったんじゃないかね。いや違ったな、色黒のヤンキーに絡まれてた。あ手塚先輩だ。もう一人誰かな。肩はもういいのか。心配してくれたのか。ああ大丈夫だ大丈夫だ。そうか、そいつはよかった。だったら頼みがあるんだがな。なんじゃい。なんだ。水木の指示に不満はないが、結局この夏はお前と戦えなかった。俺の夏は終わったからな。でも赤沢と手塚だったらさすがに手塚勝つんじゃないの。最後にお前と一戦したい。そうかそうか、わかった。ではワンセットマッチで頼む。ほうやるんかい。いいだろ。おおやっちゃうのか。練習中か。手塚先輩のテニス姿見ていたいな。あのん、ああお前か。どうした。あの今から練習試合されるんですね。見ていていいですか。俺は構わんが、赤澤いいか。ああいいぜ。ただしフェンスがないからボールには気をつけろよ。当たったら死ぬからな。はいありがとうございます。行くぜ行くぜ。おおうわおおまともにテニスやってる描写初めてかもしれない。そういえばかな。うわすごいラリー。それにしてもおおてか制服でやってんのか。当たり前っちゃ当たり前だけど。手塚先輩のテニス家だってすごくかっこいい。おおさすがだな手塚。ほうなるほどね。ルドルフは夏服でもネクタイしてるんだな。ネクタイ邪魔だよな。それネクタイぐらい外してやったらよかったのにな。ネクタイ真ん中でブラブラしてるの邪魔だと思うんですよね、テニスやるとき。手塚にブレ玉効くんかな。まだまだ。もう一撃。しまった。なんじゃい。いかん、避けろ。やべ殺される。あっちゃー死んだプレー玉で殺された。気絶するぐらいすごいショットって。でもすごいよな。気がついたかよくここで会いますね。赤座は許せねえ。手塚先輩、私どうしてここに。すまん、俺の打ったボールがそれてお前に当たっちまった。そうだな、こうラケットの先端でこうボールをね打つ癖があるからそれるやろうな。デフォでパワー B、 テクニック E、 パワーキャラだったのか。体でかい感じするしな。痛みはないか。痛み開いた。大丈夫か。おでこが少しコブができているが、おでこに当たって気づいた。問題はなさそうだ。そうですか。すまなかったな。あ、いいんです、私の不注意ですから。でも実際避けれないよな。
こやつらのラリーって。試合中にボールから目を離しては危険だぞ。一体何を見ていたんだ。そら腹よ。それは手塚先輩に見とれたって言ったら怒られるだろうな。責任取って結婚してください。そうだ、赤澤と結婚することになりますね。責任を取るとしたら、ちょっと考え事。感心できんな。試合をやべ、切られる。お前だぞ。ごめんなさい。手塚、あまり責めるなよ。彼女なんだろ。はい、そうです。実は彼女なんです。いえ、私は。赤澤、あとは俺に任せてくれ。そうか。それじゃあな。相手してくれてありがとうよ。なるほど。でも結果的にはこう俺に当たったことによってまた試合が結果出ずで、なんか引き分けみたいな感じになっちゃったのかな。あまり俺に心配をかけるな。すみません。痛みはどうだ。すごい痛みます。頭が割れそうです。はい、もうすっかり引きました。引いたんです。そうか。手塚先輩。なんだ。私そのまだ痛むのか。いや、そうじゃなくて、手塚先輩好きな人がいるんですかなんて聞けないし、まあこのタイミングで聞くのもな。さっきはすまなかった。お前を責めるようなことを言ってしまったが、俺が気をつけているべきだった。そうだよ。なんか赤座が閉まったって言った瞬間、手塚ゾーンをこうより強力にビューって出して自分の方にキュル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 って吸い寄せてくれればあんなことにならなかったのに。手塚ゾーン全開みたいな感じ。いや、先輩に見とれてぼーっとしてた私が悪いんです。見とれて。いえ、なんでもないんです。そのそうか。私はもう大丈夫ですから。わかった。あまり無理はするなよ。よく倒れるよね。カウンストいくか。もうこれほぼマックスでしょ。